株式会社スタンダードはカラオケボックスや飲食店、複合カフェの運営を行う日本の企業。エクシングの100%子会社でブラザー工業の100%孫会社。全国各地でジョイサウンドなどのブランドでカラオケボックスを運営しているほか、飲食店、複合カフェの運営を行っている。かつては株式会社優先のグループ企業であった株式会社。 BMB の子会社であり、優先グループ時代にはアーティストオーディションである A モーションの予選会を系列のカラオケボックスで行っていた。2010年1月20日、優先が保有していた BMB の全株式をエクシングへ譲渡したことに伴い、BMB はエクシングの子会社となった。同年7月1日にエクシングが BMB を吸収合併したことから、 エクシング参加となった。2011年3月以降は、エクシングからカラオケボックス、ジョイサウンドの運営を移管された。2014年4月1日、エクシングの子会社である株式会社メディアクリエイトを吸収合併し、メディアクリエイトからカラオケボックス、メガトンと複合カフェ、悠々空間の運営を引き継いだ。 エクシング3回入り後は、エクシングミュージックエンターテインメント、定畜エンターテインメントといったグループ企業との連携を図った店舗も登場している。ジョイサウンド新宿西口店以下のブランドで店舗を展開している。ユースタイルユー、ブー、メガトンの3ブランドの店舗は、2010年11月5日に、名古屋市のユーブーヤゴト店が、ジョイサウンドヤゴト店へ転換されたのを皮切りに、順次、 ジョイサウンド直営店 J スタイルバイジョイサウンドへのブランド転換を進めており、東北地方、甲信越地方、富山県、近畿地方、四国地方、九州地方の全店はジョイサウンドへのブランド転換を完了している。エクシングの子会社であるため通信からおけ機器は全店でジョイサウンドのみを導入している。かつては新潟県でハートランドブレークスポットを 長野県、京都府、岡山県、徳島県、愛媛県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県の9府県で、エルノーツの各ブランドをそれぞれ展開していたが、すべてジョイサウンドへ転換された。また、北海道、秋田県、栃木県、群馬県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、 岡山県、香川県、高知県、佐賀県、宮崎県、沖縄県の18道県には直営のカラオケボックスは存在しない。グループ飲食店として以下の店舗を経営している。店舗所在地はいずれもジョイサウンド直営店の店舗が入居するビルと同一である。旧メディアクリエイトから引き継いだ悠々空間売ジョイサウンドを神奈川県、静岡県、 愛知県の3県で展開している。2016年からは、東京都内で、都心型インターネットカフェ店舗、ネットキューブを展開しており、同年6月1日に第1号店として、調布駅前店がオープンした。2017年2月17日には2号店として、新宿西口店。8月23日には3号店として、渋谷店。 11月16日には4号店として、立川北口店がオープンした。2020年7月3日には5号店として、西火西店をオープンし、都内5店舗を運営している。かつては、東京都新宿区で、ピンクビッグピック、福岡県福岡市博多区で、スローの2店舗のビュッフェバーを営業していたが、スローは、スタンダードのエクシング3階入りと同時に、 他社営業権を譲渡。ピンクビックピックも2010年12月31日をもって閉店し、ビュッフェバー事業からは撤退した。ありがとうございます。